ご視聴ありがとうございます。今回はフィギュア開封になります。こちらです。はい、ホビーマックスさんでエヴァンゲリオン綾波レイバージョンラジオエヴァパート2になります。今回はこちらを開封していきたいと思います。よかったら見ていってください。はい、ではですね、まずパッケージから見ていきましょう。こんな感じになってます。パート1は面白い形状だったんですが、パート2からはクリアパッケージになりましたね。今回もでした。で、綾波ということでか、少しブルーのデザインなんかも入ってまして、で、あと、まあ、いつもあるこのレインボー白押しっていうのがかっこいいんですよね。はい、では開けていきましょう。どうでもいい情報なんですけど、たまにメーカーさんによって折りたたまれ方が逆なんですよね。では見ていきましょう。まずは台座ですね。いつも通りアクリルですね。指紋がつきやすいです。では本体に行きましょう。おお、めっちゃ細い。取り扱い注意ですね。ビニールはここだけみたいですね。では台座に取り付けます。結構むずい。ダボ穴3本で両足なんですよね。噛み合わせがよし。でもこれで準備完了ですね。はい、完成しました。いや、めちゃくちゃ楽でした。いつもこれくらいだとやっぱり助かりますよね。はい、ではですね、まず全体をいろんな方向から見ていきたいと思います。こんな感じになってます。はい、本日はですね、エヴァフィギュアです。ラジオエヴァシリーズで、私ももう何回も展示に開封に動画投稿してきてますので、同じことを説明すると皆様に飽きられてしまいそうなので、ちょっとざっくりめにご説明させていただきますが、ラジオエヴァというエヴァのデザインのアパレルブランドがありまして、オンラインでも、で、実店舗もありまして、洋服とかが売ってます。で、その実際に売っている服を着たキャラクターのイラストがありまして、それをフィギュア化したものがこちらになります。で、キャラもアスカ、レイ、マリ、カオル、シンジの、5人となってまして、今回はパート2という商品名でして、もう2週目に入っております。ですので合計全部で10体ですね。でも色違いっていうのがありますので、実際には20体です。恐ろしいシリーズです。で、この綾波は2体目となっておりまして、最初にアスカが発売されました。そっちもめちゃくちゃいいフィギュアでしたので、よかったらですね、そちらも動画投稿してますので、ぜひ見ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ではですね、お次回して見ていきましょう。詳細はこんな感じです。で、このフィギュア、元イラストといえば、皆様ご存知かと思いますが、米山麻衣さん書き下ろしということで、もう本当フィギュア化自体も多くなってきましたよね、エヴァに限らず。でも米山さんのエヴァといえば、ラジオエヴァ以外にも少し前にアルターさんからも、ミレニアルズイラストバージョンという黒波フィギュアっていうのも出てるんですが、今回ですね、同じ7分の1スケールではあるんですが、結構サイズ感が違うんですよね。似たように立った状態ではあるんですが、アルターさんの黒波とは、多分1センチ以上差があると思いますので、もし一緒に並べるとかだと、今回の綾波の方が結構大きく感じると思います。ですので同じ米山レイにはなるんですが、やっぱりこのフィギュアはホビーマックスさんのラジオエヴァシリーズで並べるっていうのが自然でいいなっていう印象でした。ですので、メーカーさんごとに結構スケールってふわっとしてますので、飾るときサイズ感だけは注意してみてください。はい、ではですね、お次近めにして、フィギュアの出来にも少し触れていきたいと思います。で、まずお顔はですね、こんな感じになってます。どうでしょうか。これってもともと横顔のイラストなんですよね。
ですので、まあ、正面とかから見てしまうとなんとなく違和感みたいなのはもしかしたら感じるかと思いますが、さすがに米山さんのあのイラストを全方面完璧にとかはやっぱり難しいですよね。若干角度は限定気味なのかもしれませんが、でも元の横顔とかは影とかも混ざってとても雰囲気出ていていい感じに見えると思います。で、髪の毛はですね、特にクリアとかではなくてしっかり色がついてます。で、グラデーションも綺麗ですし、毛先なんかもしっかりシャープで、あの内巻きみたいな感じとかもしっかり再現できてるんじゃないかなと思います。はい、ではですね、衣装になりまして、見てください、断崖絶壁。まあ14歳ですからね。で、これがですね、フィラの、スウェットらしいですね。で、すいません、照明でちょっと分かりにくいかもですが、陰影にグレーが吹いてあります。まあでも本当造形だけでもシワの感じっていうのがすごい美しいですよね。で、その上に着ているのはですね、モッズコートだそうです。うん、着たことないですね。本当おしゃれさんです。で、ファスナーの部分とかも、まあ、金属っぽくゴールドに塗られてるんですが、まあ、あまり明るすぎない色味になってるっていうのも自然ですごい良かったです。で、あとところどころ少しデザインがあるんですが、バックステージパスだそうです。で、これもまあプリントとかすごい細かくてしっかり字も読める感じになってました。で、これももう全体が本当躍動感あるリアルなシワっていう造形が、素晴らしすぎますね。で、あと開封時に少し心配しました、紐っぽい部分っていうのは、これ一応軟質パーツでできてました。はい。で、あとこれ後ろにですね、下の部分レースのあるデザインになってまして、ここクリアパーツになってます。で、つぶつぶモールドみたいになっていて、そこに墨入れも入っているみたいで、ここもめちゃくちゃ細かく作られてました。はい。で、パンツはですね、ラインパンツだそうで、ジャージとのことです。で、まあさすがにここはシンプルめですが、でもやっぱりこのよれた感じの造形っていうのは本当見事だと思います。動きが伝わってきますよね。で、靴ですが、これもフィラとありますが、なんか白にレインボーカラーのデザインなんですけど、これが第13号機の疑似進化形態ということで、あの背中の輪っかのカラーっていう感じのレインボーなんですかね。面白いですよね。で、もちろんここもすごい細かくできてまして、あの、ほぼ見えない靴裏部分なんかもですね、しっかりフィラの文字まで再現されてます。すごいですよね。で、最後台座になりまして、このシリーズ、いつもシンプルなアクリル台座になってるんですけど、カラーもですね、前回のアスカ同様にグレーでした。並べるとき統一感あって、これはとてもいいと思いました。はい、そんな感じです。やっぱりですね、イラストが真横向きということでかなり立体化難しかったとは思いますので、なかなか全方面完璧っていうのはやっぱり難しいとは思いますけど、でもアスカ同様に本当に衣装の造形や再現度っていうのがすごいので、もうフィギュアとしては本当おしゃれ、最高の一品だったんじゃないかなと思いました。はい、ではですね、最後にもう少しだけ映して終わりにしたいと思います。いかがでしたでしょうか。今回も本当とてもおしゃれかっこかわいい素敵なフィギュアだったと思います。で、ホビーマックスさんということで、やっぱり毎回塗装とかも綺麗ですし、で、そもそも元イラストが神がかってますからね。で、造形も、再現度も素晴らしかったですし、あとはそうですね、やっぱりお顔の感じとかが好みであれば、もう全然買いおすすめのフィギュアだと思います。個人的にもこのシリーズっていうのは大好きですので、これからも集めていきたいなと思ってます。で、また動画投稿するかと思いますので、ご興味ありましたらぜひまた見に来てください。はい。で、あとですね、私も開封動画、展示動画なんていうのは説明欄に Amazon のリンクとかよく貼らせていただいてるんですけれども、マジで偽物業者がたくさんいるんで注意してください。で、現状今回の綾波に関しては大丈夫みたいなんですが、アスカがひどいんですよ。今も3000円くらいで販売されてまして、全部偽物業者さんです。そんなわけで、これですね、本当おすすめなシリーズではあるんですが、もしですね、ご参考にしていただいて購入するっ
っていう際は、本当Amazonでの購入だけは気をつけてください。まあ、このフィギュアに限ってことでもないんですけどね。はい。で、次ですね、順調にいけば冬くらいにカオルくんが発売なんですよ。で、それも本当めちゃくちゃかっこいいんですよね。で、まあ到着したらそちらも動画にしたいと思ってますので、よかったらぜひまた見に来てください。よろしくお願いします。はい。ではですね、そろそろ終わりにしたいと思います。いかがでしたでしょうか？この動画面白かったらぜひとも高評価ですとかチャンネル登録していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。はい。では以上になります。今回はホビーマックスさんでラジオエヴァフィギュアシリーズパート2の綾波フィギュアの開封動画でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。